ついに来たね。いっぱい遊んだりトレーニングしたり喧嘩して気まずくなったり、マジいろいろあったよね。毎日暇って言ってたのが嘘みたいだよ。私ゆずとここまで一緒に来られてマジ嬉しい。うちもまなっちゃんとレースができてよかった。決勝戦ガチバトルだね。うん、二人ともいい顔をしてるのだ。よくぞここまでたどり着きました。約束通り今日はドレスの本気をお見せしますわ。ドレスの本気、マジでビビるんだけど。なんて言ってらんないし。だね。ゆず最高の気分じゃね。うん、お金なくてもこんなハッピーな気持ち味わえるんだね。やっぱレースやっててよかった。うん、マジそう思う。まあドレスに勝てるかどうかはともかく、おじいちゃんやおばあちゃんのためにも、応援してくれる人たちのためにも、やばいぐらいマジでやるよ。このネオ日本橋、相手の隙をつくコース取りが勝敗を分ける。難易度の高いコース取りで攻めるか、大通りの直線で速度勝負をするか、マシン性能に合わせた試合運びが鍵。うちらかわいいっしょ。3、2、1、ジェットレースって最高だよね。マジでやってたら仲間たくさん増えたし、うちらの仲も前以上に良くなったよね。本当にいいことがたくさんあった気がする。本気でやれば何だって楽しいものです。私たちにとってはそれがジェットレースだった。そうだったのか。早速黒丸ちゃん勉強になったのだ。じゃあそこはあたしらも納得するところっしょ。なのだ。ドレスとも仲良くなれたし、本気で頑張るのってめちゃヤバだね。逃げて逃げて。どうだ。
ースト全開です。この速さ神じゃない？どんどんスピード上げてくよ。ゆず、あと一周。マジ優勝いけるっしょ。絶対勝ってみんなに喜んでもらおう。そうはいきません。私たちが必ず阻止します。ドレスの全力をババジョにぶつけるのだ。この速さについてこられますか。ご覧なさい。大丈夫ですか。嫌い。満腹黒丸ちゃん勝負やるぞ。気をつけないと。これは驚きました。思っていた以上の成績。マジで一番。マジ最高じゃん。パーティーするっきゃないっしょ。夢じゃないよね。マナちゃん、ほっぺたつねってあげようか。よろしく。えい。ルルルルルル。ってことは夢じゃない。ゆずたちの優勝だ。やったー。おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとう。応援してくれたみんな、ありがとう。全力でやっても負けたのだ。今度は言い訳のしようがありませんわ。かぐや様、なんで負けてしまったのだ。実力ではドレスの方が上だったと思うのだ。そうですわね。負けた理由があるとすれば、私たちは喧嘩をしなかった。
それが敗因かもしれませんわ。なのだ？なんでなのだ？喧嘩なんてしない方がいいのだ。喧嘩をすると前よりも仲良くなることがあると聞きます。神田川杯に出たレーサーの中であの二人が一番成長したのです。喧嘩を通しきっと絆が深まったのでしょう。そうなのだ。じゃあかぐや様とたまには喧嘩することにするのだ。ええ、そうしましょう。それで私たちも成長して今度は王者に挑戦しましょう。待って待って、挑戦なら私たちもするから。大会では対戦できなかったから、優勝したチームがどれだけの走りをするのか確かめさせて。私たちも挑戦したいです。ヒルズキッチンもやりたい。マナちゃんどうする？やるに決まってんじゃん。私ら優勝したんだよ。運も実力もあるうちらに挑戦なんて無謀だよね。そうそう、何回でも勝ってどんどん有名になっちゃうよ。そうだね。早くレースで試したいね。